今日も眠たい。懐が寒いです。ああ、わかるわ。わかりますよ。懐寒いのはきついよな。生きていけないよな。おはよう。ちょっと寝起きだから声がガサガサです。なんかね、この止まってるところが結構エアコンが結構ね、匂いがやばかったから、初日つけたらエアコンなしで生きてるんですけど、寒いので、ちょっと広島からいっぱいモコモコの服を持ってこないといけないかもしれない。めっちゃ寒いのよ。夜とかね、お風呂上がりとかめっちゃ寒いのよ。でもエアコンつけたら絶対に喉やられるからつけれないんですよ。ちょっと匂いがやばくて。眉毛を今描いてます。描けました。ちょっと変です。まあいいです。眉毛は気持ちなので、どうとでもなるはずです。おはようございます。あ、もうお仕事行く時間なの？皆さん今日も一日頑張ろうね。私も頑張ります。今日はエレタンさんがいないんですよ。なので一人で乗り換え頑張らないと。めっちゃ不安。乗り換え頑張ります。いっぱいあるから。何回乗り換えてるんだろう。めっちゃ乗り換えるんですよ。とんでもない数乗り換えるんですよ。なので、はい、エルタンさんが福岡に帰っちゃったので頑張りたいと思います。そうなんです。乗り換えが、そろそろまつげパーマも行かないと大変なことになっている。エレタンさんとはここ3日ここ2日3日もうずっと一緒にいます。もう2人でいます。ずっと行きも帰りも一緒なので、ずっといます。お世話してもらってます。仲良くしていただいて嬉しいです。おはよう。ちょっともうちょっと顔が完成するまではこのアングルで。昨日ラーメン食べたからちょっとむくんでますね。顔がむくんでるので、満員電車に揺られてむくみが取れるかと祈ります。
そういう効能があるかわかんないですけど、じゃん、満員電車ってむくみ取れますかね。どうかな、取れないか、無理か、さすがに。なんであんなに満員なんだろう。あんなにいっぱい電車が来るのになんであんなに満員なんだろう。すごいですよね、びっくりしちゃいます。電車頑張るね。昨日ね、発見したことは、一番端の車両めっちゃぎゅうぎゅうなのに、二つ隣の車両に移動したら席ガラガラだったこと。え？ってなりました。